レッドソックスのアレックス・コーラ監督48が後半戦スタートとなる19日、日本時間20日のドジャース戦前に取材に応じ、大谷翔平投手30の存在感について語った。指揮官はメジャーで注目をされ続けるスターについて、野球界のみならず、スポーツ界で最高のアスリートかもしれない。二刀流で彼のやっていることは誰もできない。 と手放しで褒めた,たえた彼と戦うのはいつも楽しいとしながらも勝負には負けられないレッドソックスは9演前までの7月は9勝3敗と絶好調試合前の時点でア・リーグ東地区首位のオリオールズには45ゲーム差にまで迫っている戦いにさらなる弾みをつけるためこの3連戦では根がくば不調でいてほしいその後に調子を取り戻してもらえれば と笑顔で、ジョークとも本心とも取れない言葉を残した。シーズン序盤戦では故障もあり、不調に苦しんだ吉田正尚も徐々に調子を取り戻しつつある。この日も、5番、DH でオーダーに名を記した。体も問題ない、それが重要、良い打席を見せてくれている。何度も言うように彼は良い打者だ、オフを挟んで今日はしっかり準備ができている。信頼感を胸に、 土軍島主人の攻略を託す